ハロー桜橋アンです。バイオハザードビレッジゲームプレイデモの実況プレイを始めてまいります。えービレッジのパートは、えー、動画で出したので次はキャッスル。こちらのデモで、ね、ですね、やっていきましょうか。残り時間34分28秒。この間に攻略できればいいんですけどね。いきますか。はい、60分限定ですね。はい。マナ娘ローズは城にいるかもしれない。えー 一流の希望を頼りにイーサンは村を見下ろす古城に足を踏み入れるだがそこで待ち受けていたのは城の住人による恐るべき歓迎だったあれ気絶したのかなここはどこだ城でローズを探すうんどっか武器は ショットガンがなくなってる <laughs>。まあいい。これは何クリムゾングラスこれトレジャーで、えー、あ、これか。こうやって調べられるんですね。何もないないですね。よし。特にアイテムはもうないか。じゃあ行きましょうか。なんだこれ。なんかレースがかかっていますね。 で、豪勢なもんを食いよってと言おうとしたけど、結構汚ねえな、これ。で、手袋もなんか置いてたりますし。ふーん。なるほど。じゃ、とりあえず、出ましょうか。施錠されてるえ、じゃあ、どっから出ればいいんだこれ。こんなか、あ、あったあったあった。単純な鍵がかかってる。これも T ピックなのかなえー、っと、どこ行きゃいいんだ、これ。 これは何だうん。なんか風の音が聞こえましたね、さっき。どっかにそのグラスを置けばいいんでしょうけれども、どこだこの辺に何かあるわけでもなくえあ、なんだこれ。北条の乙女たち。 へえ、そういう名前の絵画なんでしょうかね。メイデンズ・オブ・ザ・ハーベスト。なるほど。何がなるほどなのかわからんけれども。で、結局どうすればいいの <laughs> やばいやばい、もうこっから積むなんてちょっとありえん、ありえん。ああ、ったけえな、全く。あ、なんかある。これはなんもない。 えーと、待ってくれ待ってくれ。36分だからな、これ言うて。今、残り34分くらいよ言うて。35分くらいかもしれんけど。えー、っと、どうすればいいどこだどこに何があるえー、っと、どこだトレジャーにはクリムゾングラスしかありませんもんね。これは ああ、開いた開いた。青て、OK、ここから進めばいいんだな。よし、行くぞ行くぞ。ネズミがいますね。まあまあ、オオカミみたいなやつと比べればまだ軽い軽い。これはあ、スクラップか。素材は何かできるこれ。まだできないですね。うーん。 これはなんだ聖母マリアみたいなああ、これあれじゃん。あの、体験版の時にも出たやつですよね、これ。こうやって取ったな。悲願石。オッケーオッケー。なんだこれ。<laughs> なんだってこんな仕掛けが。西洋の甲冑がありますね。どこ行きゃいいこっち あ、これは。あ、なるほど。こっちに繋がってたのな。よし、じゃあ行くか。あんまり悠長に探索してる暇もないですし。お、薬液だ。やったね。ねえ。しかし、なんだこれ。これは、顔がない天使ってことか。要するに。うーん。 どこだなんか原作1を彷彿とさせるなんかディレいな洋館ですよね、ここ。これはああ、なるほど。あ、わこれでも破壊できるのか。よし、ハンドガンの弾。こいつはありがたい。えー、っと、上の方かさっとね。これなんだなんもないか。 あ、なんかある。と思ったけどなーい。今のところ大した敵ありませんよね。なんだこれ。ステンドグラス、サンレイベイラ、カサンドラ、ダニエラ。へー。ダニエラってなんかデメント思い出しますね。お、ハーブだ。っていうことはだ、これで、あ、いますね。おいでおいで。えー、っと。 これなんとも洒落れたカーテンレースですことこっちは閉ざされてるかえー、っとじゃあこっちはこれは機械室かなんかエレベーターか何これん反応がありませんねうーん戻りますか何もいないよな 多分これも正常されてるか分かったえー、っとまだ上の方行ってないですよねでこっち側もまだ行ってないなおおんだあっ<あ>メここルクレ警部まだ もし娘さんがいらっしゃるとしたら、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。そうでしょう？ドビドレスクか。ねえいかにも。彼女の部屋へ行けば見つかるやん。それはそうと。何かご利用では？これで、ああショップリオレディですね。これでアイテムカスタマイズとかいろいろできるんですね。新し入れましたよ、ウィンターズ様。ほお。 あ、ショットガン買いますね。どうしようか、ロングマガジン。こっちにするか。よ。他、ショットガン多分800か。マジか。カスタマイズは、このお金じゃもう無理だな。あ、武器構えられませんね、これ <laughs>。撃てないようにしてるわけだな。これは悲願のやつを使うわけじゃないのか。 収蔵目録、ノルシュティンの、えー、迷宮模型19世紀末の造形作家の作、えー、祖国で異端の落印を押され、放浪の果てに村にたどり着いたというノルシュティンは古城、丘の宮方、水車、鉄塔の4作品を作り上げたの後、拳、えー、銃で頭を打って自殺しました模型は可動式になっており、専用の金属球の終点に導く遊具になっている4つの模型にはそれぞれ えー、色水晶、色水晶で彩られた人骨が収められている。印説によると、これらは彼らの愛した、えー、4人の妻の遺骨であると押さえている。4人も妻はめとったってか。まったく羨ましい限りだぜ。男としては。まったく。これをなんか、いろいろ、ねえ、やればいいってことなんだけど。こいつじゃないんだよな。まあ、わかりましたわ。ここがあれですね。あのー、 いわゆる、あの、なんて言うんだろう、休息ポイントみたいな感じですね。危なくなったらあそこに逃げればいいか。ここをなき四天使に仮面を与えよう。仮面ね。ここは体験版にもあったところですね。うーん。もう服はさすがに残ってないか。で、ここに確か調べられるポイントが、ほら、これ。何なんだろうこれ血なのかな。じゃあ、これ割って。 よし、お金。お金は三角ボタンに見れるのかなあ、見れるな。レイって書いたやつ。これはああ、はいはい。こっちに繋がってんのな。じゃあ、上行きますか。さあ、どうするコウモリ姉ちゃん、どっかにいると思うけど。こっち側なんかあるかこりゃ割れないか。 こっち側も調べてなかったですよね。体験版では。お。これをガンパウダーか。よーし。ありがたい。そうですね。じゃあ、目を埋め込んで、なんか調べましょうか。あれあれなんか変わってるまあいいわ。おい、薬液か。もう無理か。まだ。えーと、これは ああ、これな。あの、体験版で読んだやつですね。サンビエルジゃ諸女の血ってやつですね。そのワインが有名なんですよね。売ってんのかななんか傷あいたけどダメだな。よし。これは送りは使うわけではないんだな。えーと、どっか開けられる場所はないないか。せイ割れない。 これ割れたら面白かったのになぁ。さて、壺はもうないか。こっちが扉ないよな。よし。じゃあ、これ割って、OK。えーと、どっかに、ああったあったあった、これか。これをはめ込めばいいんですよね。 もう、不気味な顔やめてくれませんうんうわあ、出たなうわあ、なんだなんだ体内になんか入ってる男をバラすのは久しぶりだまずは逆させに、それから頸動脈を切ってあげるうるせえ、うるせえ、うるせえ、くな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 死んでから、どっちが いやいやいや,いやどっちも嫌だよそんなどんな感じうるさい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 おっと危ないいったんるか何ですってうるせえ勝手に勝手になんか発情しないでくれませんどうしようこれどこ行けるこれはあいけるか早く行って うよしてよしてそんなこれなんだ1958年6月9日今日からお城へ勤めることになった使用人が女の人ばかりでびっくり、えー、上司様とお嬢様たちの機嫌だけは損ねないように強く言われたどんな人たちなんだろう、えー、6月23日お城に来て今日で2週間なんだかこの城は少し怖い同僚のアディラがダニエラお嬢様に粗相をして顔をナイフで切られた 相当なブラックじゃないですか。夜になると亡霊みたいなうめき声が聞こえる。家に帰りたい。7月8日。どうしよう。お嬢様たちが食事をしているとき、あまり暑いから少しだけ食堂の窓を開けた。そうしたらお嬢様たちが一斉に私を見て叫んだ。セーに閉じろって。きっと私も地下に連れてかれる。どうしよう。どうしよう。どうしよう。これがあれなのかなあの、メイデンのときの操作していたプレイヤーなのかなおそらく。 ああ、ひでえ目にあったぜ。これも体験版の時と同じですね。まったく。えーと、これはアイテムある。スクラップか。ああ、なるほど。あーこれいけるな。よし。じゃあ、この中行きましょうか。んあ、なんかいる。ドミトレスクだ。 出入り大変そうですよね。そのでっかい体だと。ええー、と。これハンドガンの弾だな。オッケー。ちなみにこっち開いてるもう開かないよな、そりゃ。じゃあこっちから行くか。多分敵出てくるだろうな。なんかアイテムが落ちてるなんてことはないかないか。あれ 扉がなくなってる。こっから出ましたよね自分、あの体験版のとき。あれなんだこれ ?Trusting Light、明かりを。んこれほらほらこれ,これに何か明かりをつけろっていうことほら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 ,ら,ら動いて動いて動いて。ほら これどう、うん、ダメか。そう簡単にはいかないか。えーと、どうすればいいこれ。銃弾に飛び火して火がつくなんてリミックはないでしょうからね。んあー、開かないな。びっくりしたわ、たく。えーと、どうするどうするこれ。 まんまあ時間ねえぞ、言っとくけど。んなんか音聞こえるよな、さっきから。防音対策そんなに良くないのかこの後ろ。これ、どうにかして持ち上げられないのかなうーん。あんなんか出た なにこれリジェクティットなんか出たんだけどなにな何さっきのほ <laughs> らほらなんかさこれをなんか切ったら出てきましたよねこれほらこれほらこれあれ何だったんでしょうねまあいいわああついだついだやっぱやっぱこうすんだなほらえーとこれをこうこうこうあおいておいておいて なるほど、押し出せばよかったかな。さあ、敵出るからがか、どうか気をつけろ。あ、ライトな。いやー、懐かしいな、ここも。だいぶ前ですよね、ここを見たのも。えーっと、死体はいないな。赤黒い血がこびりついている。うーん。うーん、でな。<laughs> そうでもしないと、ちょっと気がね、目いってしまうというか。 あなんかハサミで背中貫通していた人がいなくなってますね。どうしたんだろうえなになにあただ開いてるだけああ、これで閉じ込められていたってことか。ここはなんもないか。 えっとあなんかある。敵語アリーナ、ミハイラ、ロイス、イングリド、ハイキ、えー、ディアンドラ、グレタ、ナリン、カ,ミカメリア、ビアンカ、メリーナ、アスナリド,リドヒ、リドミラ、ロザリンダ、リナ、ステファナ、えー、ガ,ブガブリエラ。え。この人たちはなんか捕まえられてた人なのかなおそらく。敵語するかどうかは確かめつつ、メイドみたいな感じで働かせていたっていうことおそらく。 ここから先すみませんね。なんだこれ。あ、骸骨か。この先はあー、なるほどね。こうやったらいけるよってことな。これはアリーナ、食欲構成、ミハイラ、食欲構成、ロイス、食欲構成、イングリド、不安定、時折意識覚醒。もしかしてプレイヤーはイングリドって人なのかな いやまだそう断定しする根拠は何もないですけれどもうおあもう体験版と同じですねまったくいるなさあどっから来る来ないショットガン弾か。 さあ来るなら来いよ。どこにいるもうビリッジでどんな感じか見てるからもうあんま怖くねえぞ、言っとくけど。私は。こっち。スクラップあるな。また袋があるよ。ふーん。この奥だな。あ、いたいた。 ほら危ないそこよしいるなほらそこだなほらどうだまだいる一応2体かほらオ,オッケーリロードしてほらよっとまだ生きてんのかうーんほら よし倒したなダンカードしてなこれでほいよいしオッケーオッケー今回敵倒すとやっぱみんな消えますねこれはバイオハザード4を意識した作りなんでしょうねよしハンドガン多分拾ってなえー、っとこっち側はうわっんか出た 今のうち、今のうち、今のうち。これだけ、これだけ、いてパイプ手榴弾ええー。パイプ手榴弾ってどれだこれか。ちょっと使ってみましょうか。はい。おー、ほら、ほら。オッケーオッケー。やっぱりバイオフォートでやり方は大体一緒なんでしょうね、おそらく。基本的に、あれよ、なんか、 銃で撃って、地面に倒れたら、もうそのまま撃ってあの、ナイフで切っていってっていう戦い方の方が安定しそうですね。でまあ回復役にはかなり余裕はあるから、まあそんな、多少無理したところで大丈夫だ。後ろいるな、これ。いたいた。ほらほらほここらほら,おらそこよし、あぶれ ほら、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 暗いな。ほら。ガールして。よし。そこ。ほら。ほら、ほら。こナイフだけでも一応、なんとかなりますね。オッケーオッケー。割と余裕ですね、こいつ。あのー、セブンの、あいつらとも違って。うわ、首借りか。ほら。よしよし。頭、頭突っ刺して。オッケーオッケー。ガールして。うわ、マジか。 ああ、痛い、痛い、まったく。やばい。一旦逃げて。いや、こいつ相手にしてる場合じゃないわ。早く上行って。うわ、来たか。危ない。急ぐぞ。一旦もう行こう。相手にしてたら切りないわ。まだいるのこれは鍵がかかってるのか。 うーん。うわ、びっくりした。マジかよ。ちょっと待ってよ、そんな。そんなのチートすぎるだろう、能力的に。壁をすり抜けるなんて、そんなね。あ、そう。絶対ありませんけどね。えーと、どこだ、これ。こっち あったあったあったうーわ、結構すぐ近くいるもう坊やとか言われちゃってるよ。あこれで終わりか。ああ、なるほどね。で、ここからトレーラーが始まるな。 これはあのビエイジのデモやった時もいましたねなぜか存在するアンブレラアンブレラの関係者なのかなあの村関係者がそのあの村出身とか シリーズ最新作ねこれ周回する時縛られた状態に出るのはねなかなか面倒くさそうですよね だいぶ汚らしい地味ですよねいやこれは悲しい事故だった本当になんかライカンズジェントルマンって言ってた によってはあの7 1エイ,エイジっていう見方になるんですよねクリスは一体何があったんでしょうかね まあそれは製品版をやればわかることですけれども、まあ、とりあえずねあのー、一通りはクリアしたということではいバイオサザードビレッジの、えー、ゲームプレイでも終わりますご視聴ありがとうございましたもう残りハード11分使ってなんかするくらいですけれどももう無理ですよねこんな11分じゃ はいじゃあそ話、そんなけで終わります。ご視聴ありがとうございました。本編の実況もまた投稿していきますので、よろしくお願いいたします。じゃあ終わります。アディオス